今日は絶品のコールスロー、紫キャベツを使ったおしゃんなコールスローを作っていきます。材料です。紫キャベツが1/2個分、白ワインビネガー大さじ2杯、フランボワーズビネガー大さじ1杯、ピンクペッパーとタイムが少々、グレープシードオイル大さじ2杯、塩が少々の粒マスタードが大さじ1杯です。紫キャベツを使ったコールスローです。普通のコールスローはマヨネーズとかドレッシングで合わせてちょっとしんなりさせたものが多いと思うんですけども、同じような感じなんですけども、味付けもちょっと変わって、フランボワーズビネガーだったりピンクペッパーだったりフレッシュのタイムを使ったちょっとリッチなコールスローを作っていきたいと思います。まずこのキャベツを1/4にカットします。そしたら芯を取ってください。そしたらキャベツの半分ぐらい、外側半分ぐらいを剥がして、でこのまま長いままこうやって千切りにしちゃうと、このキャベツの芯だけの厚い層ができちゃうので、そこを均等にするために繊維に逆らってジュリエンヌにしたいと思います。これはあんまりとんかつ屋さんみたいなすごいふわふわになるような細い千切りじゃなくて大丈夫です。ちょっと気持ちちょっと厚めの千切りの方が盛り付けた時とか食感とかもそうなんですけども、美味しく美しく見えますので、ちょっと気持ち厚めでいいです。外側の大きい葉っぱは剥がした後ちょっと軽く潰して平らにして、はい、そしたら味付けていくんですけども、先にお塩を軽くして、お塩だけ先になじませてください。若干お水が出てきてしんなりしてきたら味をつけていきます。これ一回しんなりさせることによってビネガーとかの香りとか味が入りやすくなる、そんなイメージで作ってます。まずマスタード、白ワインビネガー、フランボワーズビネガー、ピンクペッパー潰さずにそのまま、お好みの適量で。でよく混ざったらグレープシードオイル、大体ビネガーと同じ量ぐらい、タイムはそのまま入れるのではなくて葉っぱだけ、柔らかい葉っぱだけ入れてあげてください。これで出来上がりです。で、味見をした時にフランボワーズのフレッシュさ、フルーツの香りがパッと花を開くぐらいの華やかさが欲しいので、味を見た時に塩分だけじゃなくてこの野菜自体が持っている甘みを引き出したいので、野菜自体の甘みがそこまで甘くない時は少しだけお砂糖を足してあげるのもうまさの秘訣です。はい、これで出来上がります。もうシンプルに今日はそのままボナペティ。このお料理なんですけども、もちろん単品でお酒のおつまみや
サラダに軽く混ぜるだけでサラダの味がすごく決まりやすくなります。ドレッシングも少しだけで済むようなお料理です。付け合わせとかにも最適なお料理になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしこの動画がいいと思われた方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。またアトリエシュシュへのご予約、出張シェフサービスのご依頼、毎月行われる料理教室へのご参加希望の方はこちらまでお待ちしております。どうもありがとうございました。